にちは、じゃなかった、こんばんは、次長です。よろしくお願いします。今回ですね、こちらの、これを題にして、こちらのですね、折り紙を折っていきたいと思います。今回は0を折ろうと思います。では、折っていきましょう。まず、折り紙を半分に折ります。ちゃんと折り目をつけてくださいね。折り目をつけました。つけました。もう一回折ってください。ちょっと角と角を合わせて取ってくださいね。折ったらこうなるはずです。お次はこの折ったままこういうふうに折り目の角の方にこういうふうに内側に折り込んでいきます。ですね、こちらがこうなって、後ろもこうなった状態です。お次はこの空いたところを閉じまして、これを、なんていうんだっけ、こうかな。こういうふうに両方とも、両面とも折っていきます。ちゃんときれいに折りましょう。夜中にやっているんで眠たいです。半分折りました。もう一丁折ります。やばいやばいやばい。こうなりました。ちょっとここが変なことになっちゃいましたけど、気にしない。でですね、次はこの折ったところを、まずですね、これでこう折ります。前に折ったところ折れないように気をつけてください。こういう状態になります。あとはこちらを開きまして、おっとっと、危ない危ない。開きまして、こういうふうに下から開きます。この時、この折ったところがストッパーの役目になってくれて、こういう風になります。裏はまだですけど、裏も同じことをします。でも裏の場合は最初に折ってしまったため折りにくくなると思いますので、僕の場合は一回外して、こういう風に外しまして、こういう風に折ります。 OK です。同じことをします。次回も折り紙をやります。
細いです。まあ、最後になってきましたが、こちらのこれを内側に折り込みます。なお必ずこちらが羽になるので、こちらの分かれている方を折ってください。絶対後悔します。ちょっと下手でもいいんですけど、まあ、僕も学校内、学校の教室内だと多分1位だと思いますね、折り紙折ったら。まあ男子が折り紙折ってうまいって言っても何の得にもなりませんけど、せいぜいクラスメイトが入院してしまった時に千羽鶴を折るぐらいしかできませんけどね。こういう状況になりました。こういう状況ん、これがこう両面両方なったホワイトです。最後はここですね、ここをこういうふうに持っていきまして、あ、失敗してもうた。こういうふうに頭を作ります。あとはこれをこう折りまして、真ん中の筋を反対にやって、あ、失敗しましたね、これ。まあいいや。こういう風になります。尻尾はあとは同じです。同じ?なんか言い方おかしいな。これを、こう上げまして、ちょっと、失敗してしまいましたが、あとはこれを開きます。ちょっと真ん中の腹は折り込みます。軽くこうやりまして、首をコキッと。はい、千羽鶴のじゃなかった折り鶴の完成でございます。では、これ今日はここでおしまいです。今回はね、さようなら、バイビー。ゴーストイーグルをよろしくお願いします。